どうもエルザレットです。スプラス3の発売が迫ってきてますが、皆さん準備は進んでますか？今回はギア替えのシステムが一部変更があったので、その内容と今後起きるであろうことを考察していきたいと思います。では早速、スパイキーによるギア替えの仕様変更ですね。まず大きくここが変わりましたね。スパイキーによるギア替えの仕様変更に関しては、大きな変更としてメインギアの変更が可能となりました。1と2をプレイした方からするとかなり大きな変化かと思います。動画を見るに、メインギアは45個のギアかけらと引き換えに振り返ることが可能のようです。外されたギアかけらは6個生まれてますね。これ結構でかい変化かなと思います。で、続いて新しく入ったこととしては、ギアのレア度の変更です。今までの最高レア度としては3だったのですが、現在は5まで引き上げられています。公式のデータを元に考えてみると、0レアで1スロット、1レアで2スロット、2レアで3スロットで、3から5レアで経験値増量となると思います。で、このあたりは公式の方にもちゃんと書いてありましたので、まあ間違ってはないかなと思うんですけど、まず詳細はなかったですね。ただ2レアで多分3スロット貯まる予定ではあるので、こんな感じになるんじゃないかなと思います。あと、この経験値に関してですが、ギア育成にとってはとてもありがたいものに今回はなると思います。理由としては、今回から仕様変更によってスロットが埋まったギアでも引き続きギアのかけらを入手できる仕様になってます。これに関しては2でいうフェスキーですね、あの機能がそのまま入ってきたということなので、このことを考えるとかけら集めの効率化がかなり重要になってくると思います。レア度を上げるというのはこことつながる部分ですね。で、上げ方としてはサザエを渡す、あとはショップでダブリを買うというところになります。お金の使い道も増えてかなりありがたいですね。お金はもう貯まったら貯まったりそのままの方も多かったので、サザエ以外の方法でレア度を上げるという意味では、お店にちょこちょこ寄るきっかけが増えたというところになると思います。では続いて、ギア替えの仕様変更によって起きること。このギア替えの仕様によって変化を予測したいと思います。まず1つ目、ファッションコーデが流行るのではないかなと。これモンハンとかそのあたり他のゲームからなんですけど、やっぱ見た目にこだわる、特にスプラトゥーンって可愛いギアが多かったりしてるので、流行るのではないかと思ってます。まあ、特に今回の舞台バンカラではファッションが重要視されていますので、それに合わせてギアパワーの自由化もできますので、おしゃれに気を使ういい形が増えるのではないかと思ってます。まあ、身内によるファッションショー的なものの大会とかもあるかもしれないですね。まあ、まとめるのも面白いかもしれないです。では2つ目、食事券の大活用。経験値稼ぎですね。まあ、前回では、薄めのドリンクとか薄めのドリンクとか多かったので、まあ、前回あまり使用されてなかった食事券が今回はかなり重宝されるのではないかなと思ってます。まあ、理由としてはギアパワーのかけら集めですね。まあ、経験値超えた分、まあ、スロットがマックスでも超えた分を集めれるフェスキーのような仕様になっているので、ここに関しては、とても重要なものになるかなと思います。まあ、経験値を集めるには他のモードでチケットを集める必要があったりするので、ひたすら縄張りするよりかは効率化が重要視されそうな気がします。では続いて、サーモンランがとても大事になってくる。これに関してはそのヒーローモードで食事券を集めるっていうのが最初やることかなと思うんですけど、まあ、食事券の集めとして前回活躍したのがサーモンランでした。ついでにギアかけらも報酬としてもらえてましたからね。なので今回はギア集めプラスお金、さらにチケットっていうのが一番最高率、まあ、縄張りをする上で最高率の下準備となると思いますので、まあ、サーモンランが注目されるのではないかと予想してます。食事券に関してはヒーローモードなどの上限があるので、やり込んだ後はサーモンランに流れると予想してます。ヒーローモードでバグがない限りは無限にニュースとかないと思います。あとサーモンランに関しては特別なギアもありそうなので、このあたり楽しみなところですね。サーモンランなんだかんだ言ってすごくありがたいですからね。はい、ということで、今回は短いですがこんな感じです。ギアの仕様変更について、おしゃれと自由度
という点がとても大きな仕様変更になるかと思います。でそれに伴って効率化を上げるために、まあ、サーモンランをしたりヒーローモードをしたりと、その縄張りとかそれだけじゃない方法も模索していく、やっていくっていうのが今回の大きな流れになるんじゃないかなと思ってます。まあ、何より縄張りはガチマッチを続けるだけでギアのかけらを集めれるので、もうギアにこだわる、あとは自分の目指したいギア募集とかもありましたけど、そういったこともしなくて済む、まあ、あとは容易に注文ですね、スパイキーを使った注文で好きなギアと見た目が集めれるというのもあるので、紙仕様が来るのではないかなと思いますね。ここは楽しみにしたいと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。また何かこういうのがありましたらアップしたいと思いますので、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。